皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。Today's episode is another number nine。入っていきたいと思っております。Let's go 行きましょう。後ろに T ちゃんが入ってるのがちょっと見えないんですよね。あ、ここでどうやらアニオリキャラクターらしいです。それで今殺されているのはアニオリのストーリーですね。約束の水着会。理不尽で間違いないです。残したのか？一体何を残したんやろうか。お前さんが教室に一体何があるのだろうか。楽しみですね。確認してみたいところでございますね。暗くて見えないでしょ。あんまり邪魔しんといてって思われるからそれ以上はできませんが、まあ、かわいいかわいいモフモフが潜んでいること。カルトは赤く凍え、心を闇あやされそうだつ。これね、ロマ字で書かれてるからさ、って何？あやされそう立つ。あやされ育つってこと？そう立つ？もう、ロマ字で書いてると、わからへんやん。虚空の中。もう一人の僕がいるって、めちゃくちゃ気になるけどね。このアニメに関係するのかな。二人の自分がいるとかねえ。二人いるのかな。もう一人いるのかな。もうお葬式ばっかりですね、この町は。必ずこれニュースになるよね。ニュース、どこのこの中学校が今年も何人も死んでおります。あれ、なんで毎年今日の不思議な物語みたいな必ず出るよね。周りの人間が分かんなくてもねえ、どうしたんやろ。やはりそういうことなのか。どういうことです。いやね、大場くん、弓山署の刑事に少し話を聞いて。大場くん、はい。実はボートに引かれる前に死んでたんじゃないかと。はあ。でもなんか死んでそうやったよね。かなり進行していたらしい。海に来る前からってことですか。え？中尾君の家族によれば、やっぱりみんなもう死んでんのか。海から大きな音が聞こえたそうだ。え？様子を見に行ったものを、慌てて出ていく中尾君の背中しか見られなかったという。え、ってことはもう、え？じゃあ体が勝手に動いてるってどういうことや。でもし、ああ、そういうことか。なるほど、頭のダメージはもうできてたんやけど。ああ、なるほどね。それで話が通るのね。
怖っ。病院に行かないといけないんだ。ガンって頭打って。内出血みたいな。脳震盪？わかんない日本語が。ブルルルみたいななるやつ。アメフトとかなる人。ん？あなた一人でどこを？え、なんか音したぞ。あー、以前死にましたね。あ、これ夢の中なんだろうか。みんないろんなシチュエーションで死んだやつら。夢ですね。しかし夢が見れるって幽霊できますかね。夢見れるイコール実はこいつ生きてるってこと？親と話できてるイコール生きてるってこと？教室に何か置いたんだよ。見に行くか。あれって言いましたね。はあ、あれだよね、心試しってやつか、肝試しってやつか。なるほど、俺たち3人でやるか。でもあのもう一人のあの女の人、うん、言わねえのかよ。その前にお前らが死んでたらさ、情報が消えるじゃん。まあ、お前らっていつ殺されてもおかしくないね。いや、なる早がいいんだよ。じゃあいつも無理じゃん。休校舎の2階って立ち入り禁止だし。じゃあ夜に探しもすんのな。じゃあ今でしょ。午後3時で決まりね。オッケー。いいや。望月、美術部って休校舎だよな。そうだけど。夏休みって明日の3時ってこと？誰も来ないね。じゃ。部室に集合でいいよな。そうだね。3時って言ってるけど15時ってことなのだろうか。まあ、午後の話してるから。お前その格好で来るなよ。え、なんで目立つって？目立つかな。普通のアロハシャツやろ。ハワイシャツ、アロハシャツ。さて、みんな来れたかな？あれ、もう一人は？ああ、企画部のエース。そうだったんや。じゃあもしかしてこれって全部演技です？それはないな。言っちゃおう、実は手がかりが。行かへんよな。ちょっと怖いやろ。あんま関われたくないな。いやー、関わっただけで
ちょっと死にそうよね。関わっただけでやべえと思ってる。望月来ないな。あいつどうなったんだろう。死んでるね。美咲、望月は。さあ、私もさっき来たばかりだから。どうしてここに。特にやることもなかったし、家にいてもね。だからといってここ。そう。なんでわざわざ学校に来るんだろうな。あ、なんか音してるぞ。あー、無事か。お前生きてるね。3人でどこを探検するの。それは勅使河原くんがここに集合しようって。おい、ちょっと人に。榊が探し物するって言うからな。まあね、大事なものもね。そう、まあやっぱり来ちゃうんだな。美咲ってなんでいつもついてきてんの。必ずどこに行ってもいるよね。なんでいつもこいついんだろう。美咲変すぎるだろ。でめっちゃ自信あるし。でも今ちゃんとぶつけたんだろ。ってことは幽霊でもないじゃん。幽霊でもないけどな。なんか怪しいんですよ。美咲のすけ。どこが3組だったんだろう。真ん中じゃない。なんで。ああ、いいけど。美咲は初代の美咲じゃないよな。Okay、とりあえず物いっぱい置かれてる。カビとかもやばそう。電気はつかへん。いい加減にしてげよ。この旧校舎は七不思議って。知らねえ。七不思議。七不思議の類には興味ねえし。じゃあ霊とかたたりとかあんまり信じてないんだ。んなもんあるわけねえ。ただの見間違いに偶然だって。ただ一つ、うちらの最悪を除いてな。旧校舎の七不思議は第二図書室の秘密ってやつだね。あそこの。どういうこと。あの部屋で人のうめき声が聞こえるって話。え、聞いたことある。何の話やろ。うめき声。ちょっと待って、偉大な話しすぎるだろ。その声が聞こえてくるって。その正体はちびきっていう先生だったってやつだろ。どうせたまに聞こえるよ、人のうめき声。え、怖っ。あー、みんなやっぱ信じてるに。まあいる。うわー、割れちゃう。そうかな。大丈夫なんですかね。新しい七不思議になるのも気が引けるし、窓は開けないでおこうよ。開けないかもしれないんだけど、窓が割れたことによってこれから水が入ってめちゃくちゃカビが増えるんだけど、お前ら。 Oh Jesus! Oh fuck! あー、これ怖すぎやろ。おい、みんな大丈夫なんだけど。お、あの二人、死亡フラグの二人。元気でね。怖すぎるよね。車来てないか、ちゃんと左右見てね。二人ともわざわざこのシーンがあるってことは。ないね。机の中みたいな分かりやすい場所じゃないと思う。でも絶対に見つからないような場所じゃ。
す意味はないし。そうだね、床や壁の中ってことはないと思う。あそこは、この中に、あ、これはなんだって。あ、やっぱりあった。なんかあったか。あ、動いてるぞ。はあ、怖っ。なんて書いてる？何書いてんの？あ、はい、我々じゃん。開けよ、今すぐに。美咲ちゃん、死んだ目で見てるね。はあ、聞かなあかんか。放送室、勝手に入り込みなーす。OK。 まあお前らは自分の身の安全のためにやってることやし。とりあえず電気つけようや。ここなら電気をつけるだろう。あったよ、テープ、レコーダー。よし、間違えてレコーダー押さんといてや。うん、実行だよ、実行。プレイで押して、それリワインド、ファーストフォワード。あ、フォワードね。オッケーオッケー。はい、俺の名前は松永克美。はい、1983年度の3年3組の生徒で。オッケー、録音が終わったらこのテープは教室のどこかに隠すつもりだ。オッケー、いいぞ、頭いいね。まあ、はい、とりあえず情報くれ。アイアンの、お前、脱獄してんねんな、逃げてんねんな。もうさよならするんや。罪ね。Okay. もう一つの意味は、後輩である君たちにアドバイスを伝えたい。とりあえず、クラスに紛れ込むもう一人と、そいつのせいで起こる最悪、これを終わらせるには、この二人、死にますね。二人っていうか、あの子とお父さんだろうけど。これ誰？これは？これは？はい、行きましたよね。よく傘持てんな、物騒なもんなのに。で、怖えところに止まるな。まあ、オッケー。で、もう一人死んだよね。なんだかもう世界から見捨てられちまってるような、この町の名前がついた神社だってのに、全然管理されてない感じだった。だからお参りついでにみんなで境内を掃除して、あの時はもしかしたらこれで呪いが解けるんじゃないかみたいな気分になったんだけど。じゃあまだ人は。言ったけど、人死んだよね。そんな甘いもんじゃなかった。神社の帰り道で早速だった。水が。いきなり雲行きが怪しくなってきて、雨が降り出して。Oh, Jesus。ひどい雷雨でさ。怖っ。山を下る中、ああ、でも。最初にやられたのは、浜口っていう男子。え、何人も死んでんの？まさかの雷？ジェイザス！
やっぱり傘物騒なもんや。それでも、え、浜口をほったらかしたん。え、そうすると、いや落ちるだろうな。効果ないねんな。肝心なのはこの後だ。なんだい？やっとの思いで計算した直後。さっきのおっちゃんの車。でもあの二人はもう出てるよね。それっていうのは、つまり俺が。でもパソコン使ってるやついたよね。俺が？やべ。え、怖っ。忍びでござる。続き聞こう。てか先生見回りするとか。うそー。あーちょんまい。丸任せかよ。マジ大変。とにかくやってみるよ。いやー、お前ら出れたな。やられた家はお前らじゃなくて、でも、あー、でもここ。オッケー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 。まだ平気？あ、え、落石？落石やん！ Oh shit。 上にはお兄ちゃんか何かいたよね。Fucking hell. Oh my fucking god.だってさ、今までは死んでたやつらはみんな外にいたやんか。でも視聴者、まあ俺も含めて、家から出ないやつばっかりじゃん。まあそれはね、必要があればちょっと家に出る、家外に出るんだけど、基本的にずっとこのパソコンの前にいるんだよ俺は。そんな俺でも殺されてしまうってわけなんですね。いやー、リアルさが違いますね。てか、死んでいくやつら、加速してんねんな。肝心なところ、切られてしまったしな。なんでそうなっちゃう？てか、わざわざテープを取る必要もなかったし、止めればよかった。ねえ。頭出してたよね。真っ黒いからさ、見えないことがあるんだけどね。後ろが暗いと。はあ。漆黒。Glass eye. It's all so fucking crazy, guys. Jesus. It's scary, too. 今回は久しぶりに結構怖いエピソードだった。うん。結構テンション高かった。
テンション高いっていうのはなんか元気のテンション、そういうじゃなくて英語の言うテンション、このなんかゾワゾワした感、があって怖かったね。皆さんご視聴ありがとうございました。 The next time, goodbye. おおきに。